はいどうも皆さんこんにちはさあいよいよですね 6月27日に行われる僕のコンサート、こちらがあと2週間を切りまして、いよいよコンサートに向けてね、いろいろ準備なんかもね、本当に整えていこうっていうタイミングなんですけれども、ここでまた追加情報などをこちらでお知らせしていきたいと思いますので、今日のね、この情報などを知っておくと、よりまたコンサートがきっと楽しめるようになると思いますので、ご来場予定の方とか、それからどうしようかなというふうにね、迷われている方もぜひ聞いていっていただければと思います。 では行ってみましょうさあまずですね最初にお伝えしたいことなんですけれどもチラシ今こちらに出ているこのプログラムですね書かれている曲目なんですけれども若干 一曲目のカール・フィリップ・エマニュエル・バッハなんですけれども、フルート・ソナタは演奏するんですが、こちらですね、ハンブルガー・ソナタと副題がついたものを演奏します。ですので、作品番号が H564 という変更になります。二曲目のこのポルネーズなんですけれども、この曲に加えてバディネリも演奏します。三曲目、 クーラウのグランドトリオなんですけれども、これは一楽章のみになります。そして最後、ブランデンブルグ競争曲。こちらはですね、全楽章を演奏します。こんな感じでですね、ちょっと変更などが色々加わっていますので、まずですね、ちょっとそのことをご承知をお聞きいただければというふうに思います。 ちょっとね、こういう変更がありまして、大変申し訳ありません。曲の構成だとか、また時間の都合などで、このように変更させていただきました、えー。どうかご了承いただければというふうに思います。それからですね、まあ、このコンサートというのは、できるだけペーパーレスで行こうというコンセプトで、当日会場に行ってもですね、こう、紙で配られるプログラムというのはなくて、こういう小さな名刺が配られます。でですね、 えー、この後ろに QR コードが書かれているんですけども今ちょっと映せないんです隠していますが QR コードが書かれていてこれを読み込むとスマホでプログラムを見ることができますこちらの名刺はですねまあ来場していただいた記念ということでお持ち帰りいただいても大丈夫ですそうやってスマホでこうプログラムを見るという関係上を公演中もですね音の出ない設定にして例えばマナーモードですね そういうふうにしておけば、電波のつながった状態でもスマホを使えます。会場でも改めてご案内しますので、 プログラムに関してはこのようになると思っていてください。そして、紙のプログラムがないわけではなくて、僕がですね、もう1ヶ月以上もかけて、延べ8ページにわたる、このコンサートのための限定パンフレット。こちらがですね、有料ですけれども、会場に用意されています。で、このコンサートのプレミアチケットというチケットを購入された方は、会場で無料でこのパンフレットを受け取ることができます。中身もですね、 えー、本当に充実したものになっていて、まあ僕のファンで、えー、いてくださる方は読んでみたらかなり読み応えがあるんじゃないかなというふうに思っております。で、このパンフレットの特典として、中に QR コードがあるんですけれども、そちらを読み込むとですね、そのコンサート当日の録画をそのページで見ることができます。 当日はですね、まあカメラ1台ですけれども、お今映してるこのカメラを持っていって、公演の様子をずっとこう撮影しておきます。後日ですね、編集した動画をそちらのページにアップして、そのプレミアパンフレットを購入された方は、QR コードからその動画を見ることができると。そのような特典をつけることにしました。これはですね、あくまで期間限定で公開することになるので、見返したいという方はお早めにご覧いただければというふうに思います。 あとはもうそうですね。僕自身の準備ですね。今は本当にですね、伴奏音源の用意もまあもちろんなんですけれども、自分自身のね、演奏もしっかりこう仕上げていかなければと思って、めちゃくちゃ練習をしています。最高の状態で皆様のね、前でいい音楽をお届けたいというふうに思っておりますので、僕自身のね、パフォーマンスというのもぜひご期待いただければというふうに思います。 チケットの購入方法だとか、コンサートの詳細なんかは、公式ページの方に書かれております。概要欄の方にね、そのリンクがありますので、えー、必要な方はそちらからリンクを辿って、いろいろ情報を見ていただければというふうに思います。では、6月27日札幌スカーツコートで頑張って参ります。来られる方は会場でお会いしましょう。また次の動画です。それでは